はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで第3ですね。DAI さんですね。はい、リーフのブラスター、サッカーを合計5個ですね。で、発送は明日になります。はい。レギュラーカードは赤パラでサインいきます。せーの。ジェイコブライト。初めて見たな。うん。はい。で、サインカードは、あのね、カード出ないようにクリスタルパック入れておきますんで。で、またボックス戻しておきます。まあ、ちょっとコンパクトにしておきます。多分まあ、2箱ぐらいで入りますんで。これ通常ですね。じゃあいきます。せーの。ジェームス・ガーナーさん。初めてかなこれも。多分見てないな、今日。で、通常。今日リーフのサッカーは終わらしたいんですけど、いやーかなりあるんでまだはい、今度青パラ、せーの。はい、ニコさんですね。さっき一回見たかなっていう感じですね。まあどうなんですかね、6000円ぐらいでうちで販売できるようにして、当たりというかね、おおっていう選手をちょっとこう、ね。まあ、一箱で20ドルぐらい、まあ20ドルって言ったって3000円になっちゃいますからね、今ね。日本はね。だから、そうなると一箱、5000円、6000円、6800円ぐらいか。そうなっちゃうとまた別だな。6800円ぐらいにして、ね、リーフさんだと、シャビさんとか、あと、まあね、レジェンド、ね、そこそこのレジェンドとか、こう、ね、出てくるようにした方がいいのかどうなのか、というとこ、せーの。あ、バルデ。うん。はい。あれ、ジャンドロ？アレッサンドロ？うん。はい、バルデさん。バルサの、いい若手と店長聞いております。はい、トップ黒でバルで出すの結構きつかったですねなかなか出なかった。はい、今度は青パラ。結局レギュラー1個に赤、青2つ、黄色1つですね。せーの。はい、ロジャー・マルチネスさんですね。まあちょっとよく見るメンツはやっぱりまあ多少はね、この価格帯でサインが1個入ってるっていうところでまあしょうがないですけど、まあでも若手、なんかこの若手去年いたかな、メタルとかでね。うん、まあこの中だとどうなんですか、バルデさんですかね。はい、ということで、こちらで、はい、2箱分ぐらいにちょうど入れてお送りします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。